この動画では、社会の歴史分野、明治時代の立憲政治の始まり、大日本帝国憲法、帝国議会について学習します。チャンネル登録で更新情報をゲットして、今すぐライバルに差をつけましょう。第1問。明治時代の初めの頃、政府の中心となっていたのは、倒幕の中心となった一部の藩の出身者でしたが、主に、何藩の出身者ですか？藩の名前を2つ答えてください。正解は、薩摩藩、長州藩です。明治時代の初めの頃、倒幕の中心となった、薩摩、長州、土佐、肥前の4藩、特に、薩摩藩と長州藩の出身者によって、政府の重要な役職が占められ、政治が行われていました。第2問。明治時代の初めの頃の、薩摩藩や長州藩などの、一部の藩の出身者が中心となって行われた政治のことを、何と言いますか？正解は、藩閥政治です。明治時代の初めの頃の、薩摩藩や長州藩などの、一部の藩の出身者が中心となって行われた政治のことを、藩閥政治と言います。明治政府は改革を急速に進め、人々の生活を大きく変えたため、明治政府に不満を持つ人々も多くいました。また、市民平等により特権を失い、政府からの給料も打ち切られた士族たちの不満も高まるようになりました。第3問。鎖国をしていた朝鮮を武力で開国させようという主張のことを何と言いますか？正解は、政官論です。鎖国をしていた朝鮮を武力で開国させようという主張のことを政官論と言います。第4問。政官論を主張した人物は誰と誰ですか？正解は、西郷隆盛、板垣退助です。当時、鎖国をしていた朝鮮を武力で開国させようという政官論を主張したのは、西郷隆盛と板垣退助です。西郷隆盛は薩摩藩出身、板垣退助は土佐藩出身です。第5問。政官論に反対した人物を2人答えてください。正解は、岩倉具視、大久保利通です。欧米視察から戻ってきた岩倉具視や大久保利通、木戸孝允らは、日本国内の改革を優先させるべきだと主張し、西郷隆盛や板垣退助が主張した政官論に反対しました。これを不服とした西郷隆盛と板垣退助は、政府を去ることとなりました。岩倉具視は公家出身、大久保利通は薩摩藩出身、木戸孝允は長州藩出身です。第6問。明治政府に対する士族たちの不満が続き、各地で反乱が起こるようになる中、1877年、鹿児島県の士族が、西郷隆盛を中心として起こした大規模な反乱を、何と言いますか？正解は、西南戦争です。1877年、鹿児島県の士族が、西郷隆盛を中心として起こした大規模な反乱を、西南戦争と言います。西南戦争は、士族の反乱の中でも最大のものでしたが、徴兵令により整備されていた政府軍の勝利で終わり、西郷隆盛は命を落としました。第7問。最大勢力を誇った、鹿児島士族の敗北により、武力による政府への大きな反乱は起こらなくなりましたが、西南戦争以降、政府への反対運動は、武力によるものから、何に変化していきましたか？正解は、言論によって意見を主張するものです。西南戦争によって、武力による反対運動が不可能だということがわかると、
明治政府への反対運動は、武力によるものから、言論によって意見を主張するものへと変化していきました。第8問。倒幕や明治維新に尽力した、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允の3人のことをまとめて、何と言いますか？正解は、維新の三傑です。倒幕や明治維新に尽力した、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允の3人のことをまとめて、維新の三傑と言います。第9問。政官論の敗北によって、政府を去った板垣退助が、1874年に政府に提出した、国会開設を要求した意見書のことを、何と言いますか？正解は、民選議員設立の憲白書です。政官論の敗北によって政府を去った板垣退助は、1874年、政府に、民選議員設立の憲白書を提出し、国民に選ばれた議員による国会を開設するよう、政府に要求しました。民選議員設立の憲白書には、今政権がどこにあるのかを考えてみると、皇室になく、下は人民になく、ただ一部の役人が独占している状態である。世論を尊重し、公平な議論を行うべきである。それには民選議員を設立するしかない。と、書かれていました。第10問。国会の開設や憲法の制定などを政府に求めた、国民運動のことを、何と言いますか？正解は、自由民権運動です。国会の開設や憲法の制定などを政府に求めた、国民運動のことを、自由民権運動と言います。板垣退助が政府に提出した、民選議員設立の憲白書が新聞に取り上げられ、人々の共感を呼び、言論によって政府に国家の開設を求める、自由民権運動が始まりました。第11問。自由民権運動を背景に、1880年に設立された、政府に国会開設を求める政治団体のことを、何と言いますか？正解は、国会規制同盟です。1880年に設立された、政府に国会開設を求める政治団体のことを、国会規制同盟と言います。日本の国会開設運動で、中心的な役割を果たした政治団体です。国会規制同盟は、国会開設の請願書を提出しようとしましたが、政府は受け取らず、活動を取り締まるために、自由な集会を制限する法律を定めました。第12問。国民の政府に対する批判が高まる中、政府が1881年に出した、明治天皇の名で国会を開くことを約束する勅諭のことを、何と言いますか？正解は、国会開設の勅諭です。自由民権運動が盛んになり、政府の中心人物であった大久保利通が暗殺されてしまい、政府の足並みが乱れる中、政府の所有物を民間に払い下げするにあたり、不正が行われたことで、国民の政府に対する批判が一気に高まりました。そこで、政府は、1881年に、明治天皇の名で国会の開設を約束する、国会開設の勅諭を出し、国会の開設は1890年と決められました。第13問。政治に対して、同じような目的や考えを持つ人々が集まった団体のことを、何と言いますか？正解は、政党です。政治に対して、同じような目的や考えを持つ人々が集まった団体のことを、政党と言います。政府により集会が制限される中、活動を続けていた国会規制同盟の一部の参加者は、新たに政党を結成することにしました。第14問。
1881年に結成された板垣退助を中心とする政党を何と言いますか？正解は自由党です。政府により集会が制限される中、活動を続けていた国会規制同盟の一部の参加者は新たに政党を結成することにし、1881年板垣退助を中心とする自由党が結成されました。第15問。1882年に結成された大隈重信を中心とする政党を何と言いますか？正解は立憲改進党です。1882年に結成された大隈重信を中心とする政党は立憲改進党です。第16問。この時期の不況により農民たちの生活が苦しくなる中、1884年埼玉県の秩父地方で旧自由党員や農民のおよそ3000人が経済的な救済を求めて起こした反乱のことを何と言いますか？正解は秩父事件です。1884年埼玉県の秩父地方で旧自由党員や農民のおよそ3000人が経済的な救済を求めて高利貸しや警察、役所などを襲った事件のことを秩父事件と言います。このような過激な動きを抑えることができなかった自由党は1884年に解散しました。また大隈重信らが党から去った立憲改進党も解散状態となり、自由民権運動は次第に衰えるようになりました。政党のまとめ。1881年板垣退助を中心とする自由党が結成されました。自由党を支持した人々は士族や有力農民です。自由党はフランスを手本とし急速に自由主義を進めようとしましたが、秩父事件の後1884年に解散しました。1882年大隈重信を中心とする立憲改進党が結成されました。立憲改進党を支持した人々は実業家や知識人です。立憲改進党はイギリスを手本とし議員内閣制を進めようとしましたが、秩父事件の後大隈重信が党を去り解散状態になりました。第17問。憲法の調査をさせるため政府が1882年にヨーロッパに派遣したのは誰ですか？正解は伊藤博文です。政府はヨーロッパ各国の憲法の調査をさせるため1882年に伊藤博文らをヨーロッパへ派遣しました。第18問。伊藤博文が手本としたのはどの国の憲法ですか？正解はドイツ、プロイセンです。伊藤博文は日本の天皇中心の方針に近かったドイツ、プロイセンの憲法を学び、帰国した後に憲法草案の作成に取り掛かりました。第19問。憲法に基づく政治に備えるため1885年に政府が定めた政治体制のことを何と言いますか？正解は内閣制度です。憲法に基づく政治に備えるため1885年に政府はそれまでの太政大臣を最高職とした太政官制を廃止し内閣制度を定めました。第20問。内閣制度の最高職のことを何と言いますか？正解は内閣総理大臣です。内閣制度における最高職は内閣総理大臣です。第21問。日本の初代内閣総理大臣は誰ですか？
正解は、伊藤博文です。憲法に基づく政治に備えるため、1885年に政府は、それまでの太政官制を廃止し、内閣制度を定めました。初代内閣総理大臣には、伊藤博文が就任し、主な大臣は、旧薩摩藩や旧長州藩の出身者が占めました。第22問。伊藤博文を中心に作成され、天皇が国民に与えるという形で発布された、日本初の憲法のことを、何と言いますか？正解は、大日本帝国憲法です。大日本帝国憲法は、伊藤博文を中心に作成され、天皇が国民に与えるという形で発布された、日本初の憲法です。明治に発布されたことから、別名、明治憲法とも呼ばれます。大日本帝国憲法では、国家の主権は天皇にあることなど、天皇中心の仕組みが定められました。また、国民に対しては、法律の範囲内で、言論、出版、集会、結社の自由が認められましたが、法律は、天皇が議会の協力を得て定めるものとされました。第23問。大日本帝国憲法が発布されたのは、いつですか？正解は、1889年2月11日です。大日本帝国憲法が発布されたのは、1889年2月11日です。第24問。憲法を制定し、憲法に基づいて議会で政治を行う国家のことを、何と言いますか？正解は、立憲国家です。憲法を制定し、憲法に基づいて議会で政治を行う国家のことを、立憲国家と言います。大日本帝国憲法が制定されたことで、日本は憲法と議会を備える、東アジアで初の立憲国家となりました。第25問。1890年、国会の開設の前に行われたことは、何ですか？正解は、第1回衆議院議員総選挙です。1890年、国会の開設の前に行われたことは、第1回衆議院議員総選挙です。第26問。第1回衆議院議員総選挙の有権者は、どのような人でしたか？正解は、直接国税を15円以上納める、満25歳以上の男性です。第1回衆議院議員総選挙の有権者には、納税額や性別による制限があり、直接国税を15円以上納める、満25歳以上の男性でした。有権者は、一部の裕福な男性に限られ、人口全体のおよそ 1.1% の割合に過ぎませんでした。第27問。現在の国会にあたるもので、大日本帝国憲法に基づいて、1890年に設置された議会のことを、何と言いますか？正解は、帝国議会です。現在の国会にあたるもので、大日本帝国憲法に基づいて、1890年に設置された議会のことを、帝国議会と言います。1890年の第1回衆議院議員総選挙では、300人の衆議院議員が当選し、自由民権を求める人々が多くの議席を獲得しました。そして、同じ年に、第1回帝国議会が開かれました。第28問。帝国議会では、二院制が取り入れられましたが、選挙で選ばれた議員で構成される議員のことを、何と言いますか？正解は、衆議院です。選挙で選ばれた議員で構成される議員のことを、衆議院と言います。第29問。帝国議会では、二院制が取り入れられましたが、皇族、
家族の代表や天皇が任命した議員で構成される議員のことを何と言いますか？正解は貴族院です。皇族、家族の代表や天皇が任命した議員で構成される議員のことを貴族院と言います。人物のまとめ。西郷隆盛は薩摩藩の出身で、静観論を主張、西南戦争で命を落としました。板垣退助は土佐藩の出身で、静観論を主張、民選議員設立の建白書を提出し、自由党の代表者です。岩倉具視は公家の出身で、静観論に反対しました。大久保利通は薩摩藩の出身で、静観論に反対、政府の中心人物でしたが暗殺されました。木戸孝允は長州藩の出身で、静観論に反対しました。大隈重信は佐賀藩の出身で、立憲改進党の代表者です。伊藤博文は長州藩の出身で、ドイツの憲法を手本に大日本帝国憲法を作成し、初代内閣総理大臣に就任しました。維新の三傑は西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允です。第30問、年号を埋めてください。板垣退助と西郷隆盛が政府を去る。板垣退助らが民選議員設立の建白書を提出する。士族による反乱が相次ぐ。西郷隆盛を中心として九州で西南戦争が起こる。国会規制同盟が結成される。国会開設の勅諭が出される。板垣退助らが自由党を結成する。大隈重信らが立憲改進党を結成する。伊藤博文らが憲法調査のためヨーロッパへ渡る。正解は1873年、板垣退助と西郷隆盛が政府を去る。1874年、板垣退助らが民選議員設立の建白書を提出する。士族による反乱が相次ぐ。1877年、西郷隆盛を中心として九州で西南戦争が起こる。1880年、国会規制同盟が結成される。1881年、国会開設の勅諭が出される。板垣退助らが自由党を結成する。1882年、大隈重信らが立憲改進党を結成する。伊藤博文らが憲法調査のためヨーロッパへ渡る。です。第31問。年号を埋めてください。秩父事件が起こる。伊藤博文が初代内閣総理大臣になる。大日本帝国憲法が発布される2月11日。第1回衆議院総選挙が行われる。第1回帝国議会が開かれる。正解は1884年、秩父事件が起こる。1885年、伊藤博文が初代内閣総理大臣になる。1889年、大日本帝国憲法が発布される2月11日。1890年、第1回衆議院総選挙が行われる。第1回帝国議会が開かれる。です。問題は以上です。今回は、明治時代の立憲政治の始まり、大日本帝国憲法、帝国議会についての学習でした。定期的に繰り返し視聴して知識を定着させましょう。チャンネル登録で更新情報をゲットして、今すぐライバルに差をつけましょう。